鍋割り山荘鍋割り山荘は丹沢大仙国定公園に含まれる丹沢山地の南部にそびえる鍋割り山頂にある山小屋。1976年4月より学生時代から山岳部で活動、アコンカグア、インドヒマラヤサトパント、ダウラギリアイボンなど登山経験が豊富な草の信高により経営されており鍋焼きうどんが名物になっている。 草野は1976年4月の入山以来、数十年にもわたり70から1 1 0ラムの牧歌を行っているが、1 0 0ラム超えの牧歌を石槌山時代を含めると30回ほどこなしている。2002年6月以降は、毎日営業とし、2004年当時ですでに6000回を超える牧歌を行った。1985年6月に大規模な増改築を行っている。 2019年からは、山小屋種の高齢化により、月曜日と金曜日が定休日に、また、大晦日を除く宿泊サービスが停止され、悪天候の日は休業、または営業時間を短縮されている。長崎県有明町生まれの草野信孝が1976年4月以降、山小屋主を務める。AB、鍋割り3公式サイト。 2019年6月23日閲覧 Google 地図鍋割り3層2019年6月23日閲覧 ABCD 鍋割り3層公式サイト小屋主2019年6月23日閲覧鍋割り3層公式サイト歴代重量牧化記録2019年6月23日閲覧ありがとうございます